始まるよ。はい、こんにちは、ぽなよです。信長の野望新生長尾景虎編やっていきたいと思います。で、前回の続きです。ちょっとね、進めて人材配置とかしたんですけど、今日の目標、とりあえず今川相手に一威風はやりたいと思っておりますね。今川をなんとか押さえつけてね、そのうち織田とも接敵するからなんとかしようという話で、で、将軍様がね、織田に攻められてるっていうんで、謙信がね、激おこなので、同盟先は外交、毛利家に外交してます。一応設定だいぶ後になるとは思うんだけど、将軍様がねやられたらもうちょっと数字が増えるかなと思いながら、いやー、だけど本当に時間の問題、早くこっちをなんとかしなきゃいけない。で、こっちも攻めていきたいんだけど、まだあれなのかな、お米がまだお米がない、まあ、だけどこれがまだこっちにいるから、もうちょっとしてから来月になったら出発させようかなね。で、この辺のこれ一緒に、はい、こっちルートで攻めてもいいような気もするしね。やれることはやっていこう。ご命令をくだされ。逆にあれかな、府中城とか出すんだったら、城を奪うぞ。あれなのかな、ここ動かさない方がいいかもね、もしかしたら。うん、これでやってみよう。ちょっとでもね、やれることをやって、やれることをやらないと。兵力多いんだからね、うち全然そんな感じしないけどな。カツカツじゃない理由はよくわからないけど、結構カツカツだと思うんだけど、なぜあれなのかな、あの連兵所が多いだけなのかな。まあまあまあ、やっていきましょう。で、春日山のね、兵が戻ってきたら進軍という形でやっていきましょう。お、一つよろしいか。どうすんの、親善してどうすんの、親善して。あ、戦ってる。どうなる、負けない、大丈夫かな。ああ、お亡くなりになっちゃった二人もいった、悲しみ。いけいけ、どこが夫人を始める。こっちも、あ、こっちも戦闘が始まったね。あ、少な線で、しかもこっち来てて強撃入ってから無理じゃん。ちょっと。もう一回ね。お、ツツジヶ崎のが終わった。織田城も終わった。どう？結構分散してやってくるな。我らで城を奪いに参る。いけるかな。ね、800とかだけど。命を願いまする。城を取りに行く。追加で。本当どこもかしこも米のマークがついてる。お帰りになって。あ、でも次出せないじゃん。こんなんじゃ甘かすさん。まあでも出しづらいか、ここは。安藤さん連れて行けばいいもんね。うん、内政しよう。まあ進めていこう。着陣した。戦に備えよ。結構あれだな、バラバラに入っていっちゃうのかな。このままだと強撃を食らってしまう。それは避けたい。わ、上手にあれだな、強撃されないように動くんだな。ああ、お、
ここは順調ね、ここは順調、ちょっとずつちょっとずつルートを消していく、そんな感じだね。でこっから出していく。うん、これでなんとかマシになるんじゃないのかな、どうだろう。あ、ここまで来てる、いいじゃんいいじゃん。この辺はあれだな、府中城が出てるからここ置いといて、佐竹さんと2人でちょっと行ってもらって、ホロシュー来た。でたまった、たまってないね。まだ案外8000いるけど、案外あれだね。あ、どういう感じになってる、複雑複雑。難しいな、難しいな、攻撃取るって。あ、いけたいけた、ようやくちょっと。あ、待って、やだ。高梨さんこっち、すぐ移動する。ちょっとこんなとこで時間を取ってる場合じゃないのよ。難しい。城攻めと行くぞ。あれ3対2みたいになっちゃったけど、攻撃入ってないけど、もうちょっと離れなきゃいけない。もうちょっと離れなきゃいけない。ちょっと歩みを進めよ。操作がおぼつかない。先へと向かうぞ。あれ、あっち行ってんじゃん。結局あれだな、3部隊で当たりみたいな状況になってる。当たるか。当たるしかない。城攻めと行くぞ。戦が始まるぞ。で、またこれあれだね、攻撃食らうから、ちょっと離れて、城攻めですか。ちょっとずつ、ちょっとずつ。でもね、弱いからね、ここ二人。恥をさらしました。やん。どうしよう。とりあえず生命持ちのところに放り込んどいた。確かにもう家宝も渡してるしね。もうこれじゃあげらんないから。よし、帰ってきた。帰ってきた。そしたら行こう。1万もいたらいける。ここだ。すごい、馬レベルが5になってる、5になってる。でもここ沼田さんは遠いから、こっからだな。今度なんかここね、結構兵力いるのにどこにも攻められないっていうのがなんか悲しいな。悲しいな。まああれだ、伊達だな。どうなるかな。でもうちょっと進めて、進んでったら無理だね、無理だね。これは帰ろう。二人帰って、いいよいいよ、帰りましょう。陣を整えよ。赤になってる、米が。お米が赤い。誰が赤い？あ、直江さんが赤い。こっちどの辺まで行ってるだろう。もうあっちゃこっち見なきゃいけないの大変だな。あ、まだ桂王女戻ってないね、全然。まああれだ、信玄万歳。よし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 。買いも出てんのか、先導。とりあえず自社作って。しし、破壊も入れたいっちゃ入れたいけどな。まあいいだ。
一つよろしいか。足利と同盟が切れる。よし、ちょっと回復した。今のタイミングで来てんね、来てんね。威風戦だ、これは間違いなく、間違いなく威風だ。もうちょっと進んだらあそこだそう。さあ、ここはどうなっている、どうなっている。よしよしよし、燃やした燃やした。城攻めじゃ、囲め。高梨さんが高梨さんが死にかけてる。やばい、高梨さんが。よしよしよし、いやマジか、全然防げないね、厳しいな。第1回は撤退かもな。あ、もうちょっとあれだ、こっちがいい感じになるまでやっといてもらおう。じゃあちょっと内政しよう、内政続けてやっていきます。砥石柿崎さんと深志の安藤さん出てもらって、敵はよく城を奪おうぞ。これで何部隊になるんだろう。ご命令を。城を落としてみせる。1 2 3 4 5 6 7 8 にならない。美濃輪から来てもらおうか美濃輪から、美濃輪から来てもらおう。無計画に出しすぎた。8はないとねきついはずだから。で、なんかね、あ、止まってるマークがあると思ったら、次はどのように。取れたね、取れた取れた。そしたらこっち来られても困るから、いっか、武田ちょっとバリアしてもらって、織田が来ないように、織田が来ないように。まあだけど、あれか、将軍様の方行ってるから、気はしないかな。取れっかな。あ、難しいんだ。あ、それ7500もあるもんね。帰ってきてからだな。あんなとこ7500もあるんだね。びっくりだよ。あ、もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って。あ、ダメだ、帰りましょう。さあ、制圧したい。よし、制圧できて、ここ制圧されんの嫌だな。けど勝てる気がしないけどなこの人じゃ勝てる気がしないっていうのがちょっとあれなんだけどね。到着してるね。そしたら古賀御所、まだ人が来てないな。ここ2つがそこそこになったらまた出していこう同時に行った方がいいんだろうけど、ちょっと同時とかそういうことできないできない。歩いてって、よし。で、何部隊集まるかな。どのルート、ここか。109あれば大丈夫でしょね。これは聖天の霹靂と言うべきだったろう。これはかの有名なあれじゃないですか。街道一の弓取りと名高い今川。あれだな、これが来る前に一戦やりたかったな。一戦やりたかった。数万の軍を率い終わり攻略。いや、やりたかった。吉本自ら遠征すれば、尾張国内正面から歯向かう敵などいようはずもない。
そうなんだよ。今川軍先鋒隊は次々と城を落とした。ああ、吉本としたかったな。威風堂々とあれだな、ムービー、ムービーはもうみんなあれでしょ、嫌ってほど見てるからスキップします。これでこれで、ああ、洪水が来ちゃったね。洪水が来ちゃった。うわ、ここだけじゃん。嬉しきことよ。にゃん。困る。よろしいですかね。2ヶ月切りました。いやー、結構被害出てんね。外交どうなってんだろう。うん、やってるやってる。敵視だけど、敵視だけど4ずつやってる。あ、松平。そうだ、松平。松平になっちゃったね。うん、来てる来てる。これね、何部隊になるんだろう。結構減ったんじゃない？ねえ。どう？あ、こっちまで来てたんだ。で、今、小田がそこ攻めてると。なるほど。いい、小田攻めなくて。小田さん攻めなくていいですけど。なんかあれだな。ほんと次々に敵が出てくる。あ、帰ろう。お指図を頂戴。帰りましょう。人が来た。はい。桜城に。城攻めですか。心せねば。もう順番にね。順番にやっていく。城を取りに行く。これでしばらく見なくてもいいでしょ。で、ここで一戦したあたりまた出す。ああ。よしよし、来てる。結構来てんね。いや、あっちもすごいな。なんかいっぱい動いてる。さあ、宇佐美さんも来てください。カンバラ城へ。よしよしよし。ちょっと早いかな。あほほ。一気が起きた。同盟更新しよう。ちょっと待って。危ない。これ止めるボタンが時々わかんなくなっちゃう。で、柿崎さん、この人あまり何もしてないからやっといてもらって、で、早いからね、ちょっと下がってもらって、ここまで下がるとあれかな。まあでも下がってもろて。城を落としてみせる。ああ、ちょっと。入るのかな。あ、いけた。心構えをせよ。いけた。いや、3、とりあえず反乱されたら困るから。そっちをやってから。分かりました。そしてで、どういう感じになるのか見てみる。 7? 嘘、来てっしょ。もうちょっと来てるから、待とう。うさみさん、ちょっとここまで戻って。城攻めに行こうぞ。よしよしよし。
さと武人を始めよ。え、これでいけんじゃない？もうこっち来てもらって、ちょっと離れすぎたら入れるかわかんないから。城を落としてみせる。宇佐美さんもいいよ。宇佐美さんも戻ってきて、これでこれ八部隊行ったんでしょう。城を前に行くぞ。いざ。よし。に臨まん。来たね。イフ中中あればいいでしょう。うん、やってこう。5000も差があるし、こっちには。剣心がいる。なんて言ったって剣心がいるんだから。我らを止めうる者はなしぞ。はあ、勝った勝った。まあまあ頑張ったかな。なんかちょいちょい怪しいところがあった気はするけど、いけたのではないだろうか。よし、ここでどれだけ取れる。またピン押しちゃった。ボタン押しちゃった。いつもイフカットしちゃう。よし。一戦できた。一戦できて、まだ来てるから、今川を先、半々に、合戦が起きそうなのは今川だもんね。今川の方に先行してる人たちを。1,2,3,4 この辺りまで雑だけど、で残りのこの後ろの人たちはこっち行こう。でこの辺の城からこっち行く。城を落としてくれましょう。こっち行く。城攻めは良き策か。こう行く。敵はよく城を奪おう。あとお越しを願いまする。あともう城を落としてダメ押しの、うん、これぐらい出したらなんとかなるんじゃなかろうか。もうここあれだな。あ、お米がない。まあだけど頑張ってもらって頑張ってもらって、黒川だからね。うん、頑張ってもらおう。申し上げます。よし、かんも嬉しい。ほんとね、強い人来てほしいからね。力を尽くしましょうぞ。でこんなとこにも国衆いたんだね。領内諸作しようか。この広告事情とカンバラがそのまま手に入ったのが嬉しい。ね、そのまま兵力も多いので強い武将入れちゃいました。で、入れたことによって、本当に城主がいない城っていうのが多々ある。早く出世させなきゃ。組頭にね、いい人材が増えたから、うん。上げていこう。吉重さんもいるしね。我が手にて生け捕りとしたぞ。来い。お断りだ。ああ、お断りされた。また滅亡したら来てください。相馬さん。この城を落とします。どんな感じ？落としてください。どういう感じなんだろう。あれかな。まあ、これでいっか。結構だな工場ってやっぱり大変だな。兵も足りないしねここが城代っていう、こっから出せばいいものをっていうレベルだ。城攻めぞ。よしよしよし、いけるかな？いけるかな？あ、申し込みましょう。確信した。よし。戦となる。喜ばしいですな。あ、再開していく。
いけ、頑張れ。それは症状。そういえばこっちも攻めようとかって言ってたけど、どうだ、どうしたかな。あ、岩村にオラが来てんね。結局隣接すんだ。隣接しちゃうんだったら、もう、やろうか。あの城を奪いに行く。足りないって言ってたね、今。足りないって言ってたかな。城攻めに行こうぞ。足りないんだね。どうしようか。そしたら帰りくもほっといて、逆にこっち行こう。ね、こっちに行く、こっちに。で、こっち、こっち置いとこうか。十分ってさっき言ってたからね。で、いや、徳川も攻めてるね。今川の取り合いだよ。よしよし、行けた行けた。来い。よし。よしよしよし。お断りだ。来てくれたらいいのに。まだお米あるから、ちょっと待ってね。行かない、帰らないで。寝返りした。武田信虎さんって強いんじゃないの。まだ結構残ってる。最後の1個欲しいから。どこに行く、そっち行く。いやだけどいつ徳川に取られるか分かんないね、分かんないね。ここをラストワンにしたいまではあるから、まあまあ武田は取れるとして、掛川までもらっとこうか。もう一つ行っちゃうかな、徳川に。難しいところだね。まあだけどいいや。お米あるし。お米ないな、ないけど、ないけど、いけんじゃない。北条さんだけちょっと帰って、直ちに騎乗するのだ。行ってみよう。進もう。よし、来た。嬉しい。ありがとう。働いてください。ここもどうなんかな。こっちどうなってんだろう。あ、100とかになってんね。あ、無理そうだな、こっちは。行け。ここ頑張れ。よしよしよし。みんな、城攻めを始めなさい。ドキドキだな。野戦、ここが野戦ね。あ、我が軍略の前に敵はなし。行け。野戦となる。間に合わなかった。すごいな。剣心の方がとんの早いね。早くない？早くないかい？良き案がござる。早くない？すごいな。1万で、たまた攻めてんでしょ？一旦戻ろうか。一旦帰って、どの道、徳川とも回戦しちゃうから、このまんまだと。ねえ、これさ、伊達だとどこが停戦できるんだろう。そこがちょっと気になる。で、次はちゃんとね、ここに、つつじヶ崎にか駿府かに引っ越ししたいな。そういう感じにしよう。では今回はここまでにしたいと思います。で、今回の情報一覧、勢力一覧どうなっているのかな。よし、最大勢力は最大勢力なんだけど、あ、でも織田も伸びてるね。北条がだいぶ減ってる、私たちの頑張りで。
ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ポナヤでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。